しましたと、北海道は熊が出るとかみんなバカにするんですけど、札幌の真ん中に熊はいません。特技は別にないんですけど、できるだけ一生懸命やって自分の力を全部発揮して帰りたいと思います。名古屋弁はやっぱり名古屋人です。他の地区には負けたくありません。東京地区代表籔本雅子です。湘南地区に住んでいますがサーファーではありません。将来女優歌手を目指していろんなことにチャレンジしている15歳です。どうかこの愛子15歳の映画に出るにはすごく体力がいると思うんですけど、私は体力に自信があるので、どれでは頑張るのに考えない。この心の中を見せつできないのがとても残念です。外見は大人しそうに見えるんですけど、とっても活発な女の子です。ただ道のとこで1秒立ってるだけでもいいから出たいです。受かれるの嫌だからみんな受かればいいと思っています。通行人でいいから出してください。私はかわいそうだと思って拾ってください。よろしくお願いします。キュートライリー。東京の東村山から来ました18番増田由美子です。太い足と大きなお尻が邪魔をしてなかなか踊れないんですけれども、踊りが大好きです。どうぞよろしくお願いします。細いだけが飲んでない、太さだけは絶対負けません。で、バリバリの名古屋区ですから名古屋の位置を見せます。最後に糸下のポーズで終わります。一度お願いしたい。バカさ加減は人に負けません。ひょうきんもんでとにかくお芝居好きです。やらせてください。最後にアントニオ猪木の真似をします。大阪から来ました11番の東由紀子です。カラオケが大好きなので得意な歌の出だしだけ歌わせてください。お店の勤めは初めてだけど、マキさん紹介。全然出だしだけじゃないじゃない。アイコの役は僕しかないと思います。ボボンバットさん、ありがとう。こういうことは俺に任せなさい。もう任せなさい、ほんまに。ダンケンポン。アイコだ。アイコ16歳。エリコ。なんかませんじゃないか。よくそんなこと言えるわね。エリコ。あんたよくそんなこと言えるわね。エリコ。あんたよくそんなこと言えるわね。エリコ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 。ベニコ、あんたよくそんなこと言えるね。そうだわ、自分だけサボっといて。今までどこ行っとったの。どこでもいいでしょ。いいことないが、みんな一生懸命やっとったんすよ。そんくらい理由…あ、間違えごめんね、間違えちゃった。へえ、動物園っていうのも大子さんならではの発想ですね。ほんと、言うな言うな。いきますよ、よーい、はい。ね、今度の日曜日動物園か。またすぐ影響されんだから。何にど影響された動物園だね。島崎先生。へえ。いきますよ、よーい、はい。ねえ、今度の日曜日動物園か。またすぐ影響されんだから。何に影響された動物園だね。島崎先生。へえ。動物園というのも三田愛子さんならではの発想ですね。ほんと、言うな言うな。ラブは素直なだけは取り柄ないやから。それは褒めとんのかけなしとんのか。はい、よろしくお願いします。いきます、よーい、はい。ねえ、今度の日曜動物園行こう。またすぐ影響されんだから。何に影響されて動物園なの。島崎先生。へえ。動物園っていうのも三田愛子さんならではの発想ですね。ほんと、言うな言うな。ラブは素直なだけが取り柄ないやから。それは褒めとんのかけなしとんのか。終わります。はい。人間ってもっと大きいし、命ってもっともっと大きいんだ。
しかいないんだから、みんな知ってるじゃん。ね？人間ってもっと大きいし、命ってもっと大切なんだから、ね、だってこの世に一人しかいないんだから、みんな知ってるくせに、ね、もうなんで泣くんだがね、もうなんで泣くんだがに、泣くなバカ、何言ってるか自分でもわからんがに。監督、本当に僕はだから心からみんなには感謝してます。ここ以外のここに来てない人にも感謝してます。あなたたちもここに残ったってことは、みんながだんだん要するにここまで来れなくなっちゃった人がいるわけで、それでここに今いるってことは、感謝してください。今ここにいない人々にして、まあこれから作るスタッフとか、それからまあ宣伝してくれる方々とか、その人たちにも最後まで応援してあげてください。やっぱり僕一人じゃできないし、これから愛子決まってもその子だけじゃできないし、映画っていうのはもう見る人見ない人問わずみんなで関わってくるもんだし、逆にこういう残酷な面もあるけれども、もう映画の主役と思ってください。みんなお願いします。どうもありがとう。巡り会えた途端バカだね、こんなに好きになってしまった。 Ooh baby、 いくつか傷のついた胸は付き合う儚さ、うんと知っていたのに、恋はときに任せて、 Ooh baby 踊れば夜は光る翼、このまま月へも二人飛んで行けそう。今日遅刻しそうになってバッタバタ行ったか。おりくちゃんから電話が。あ、ほんと、やっぱ遅かったもん今日行ったのが。なんか下の方にお菓子が入ってる。お母さん、これいらないんでしょ。これアイコン。あ、それ一冊はいるはずよ。いや、だってこれ本当のじゃないもん。本当の持ってるもん、私今部屋にある。これいらんと思うけど。何サイズこれ。あ、ごめんなさい。え、150やな。大きいの買ってきてね。150でいいでしょ。だいくさー。どうして、どこが気に入らん。せーい、れい、今日はもうみんな知ってると思うんですけども、この間新聞載ったように富田さんが愛子16歳っていう映画の主演に選ばれてます。
名古屋の人とか、あの12万7千人の人に恥じないようにやっていきたいと思います。富田さんは僕たちより先にとてつもない広い世界へ一人旅立つわけですけれども、2年から3年間の1年間と3年生になって一学期が始まってから今日まで付き合ってきた僕たちのことを精一杯頑張ってください。黒部さんじゃないよ。
奥に。おっとっと。ここ曲がってから思いっきり立ちこぎしよう。はい。やったね。とっとっと。すいません。あんまりさっきほど表情が明るくないね。やっぱりな、引きずってたもん。おっと。おう。101、102。古橋からが。だからこっから向こう行きましょうか。こう流れて。あゆが向こうから来るから。101。101。はい、101行きます。101のゴンベたちの方を取るから、はい、心の準備しておきなさい。はい。一体このマイク何に使うんですか。ドキュメンタリー撮ってるんだ。よーい、スタート。もう疲れたか。いいか。暑い？スタート。こんにちは、どうですかね。疲れました。もう中学以来かね。おばちゃん、長いことこんといてごめんね。なんか愛想よくしてもらうと悪いような気がするわ。何を言っとるのこの子は。
ねえ、どうせ暇なんでしょう。一緒に話そまん。こんなことしとれんわ。こっちは食ってくために働かんといかんで。ありがとう。中が美味しい。一口食べれた。もうちょっと食べればいい。もうちょっと食べればいい。あ、落ちた。今度シャカシャカ食べよう。シャカシャカ。ただいまは。ただいま。目線をそらす。目線をカメラの方に。カメラじゃないけど。で、お母さんより右に見ればいい。行きますよ。ここ。はい、走ってください。よーい。スタート。たたたたた。すいません。トラックにカット。どうした？靴が脱げてこけました。すいません。慣れてきた？安子ちゃん、今のとこまだ安子ですって言うけど、そのうち愛子って自然に言うようになるよね。そうです。そうなるといいんですけど。フォーカスに出てたね。かわいい写真。はい、愛子さん。スイカも
の言葉いわゆるスコール。アイコ、大丈夫か？はい、生きてます。よーい、スタート。人間ってもっと大きいし、命ってもっともっと大切なんだがね。だってこの世に一人しかいないんだから、みんな知っとるくせに。ちょっと前に、昨日と同じ気持ちでいるんだったらね。昨日ちゃんと考えました。だから映画の中では愛子運命という部分でもなくてさ、まあ、あなたが抱えてる安子としては抱えてる悩みもあるだろう。熱がないです、うん、ここで全部熱出してみないか。安子が今抱えてるいろんな問題ってあるでしょう。それはもちろん僕だってあるよ。そういうのはやっぱ辛いだろ。そうですね。しらけてる暇ないと思う。はい、しらけてる暇ない。はい、今14だろ。70もできてまだまだ時があるんだよ。これどうやって埋めるの。埋めるっていうふうな生き方をしちゃダメだよ。そういう生き方はしてほしくないよ。ぜひがっかりさせないで。大きいし、命ってもっともっと大切なんだがね。だってこの世に一人しかいないんだから、みんな知っとるくせに。なんで泣くんだろ。泣くなバカ。何言っとるのか自分でもわからん。泣くな。ありがとう。移動っていうかこのワンカットで行くよ。今の状態だったらこれで見せ切ることは不可能だろうってことですか。ちょっとアイコ。じゃあスタッフの皆さんちょっと待ってください。一番分かってんだけど、やっぱり逃げちゃう性格だから。2年ぐらい前からずっと冷めてて、性格が。いや、どうでもいいと思うけど、自分はどうでもいいと思う。私、多分死んでも泣かないと思う。そこまで悲しくならない。生きてるの楽しくない。今は楽しくない。いや、こんなんじゃなくて、なんで生きてるのか分かんなかった、全然。なんかそういう、人を好きになることとか、人を信頼するとか、全部なんとなく自然に拒否しちゃうというか。
まあ逃げてるといえば逃げてるけど一番楽ですよね。彼の努力してる？私したいためにこれ受けたんですよ。なんか変わるかなと思って自分を変えたかったって言えば、うん、それで努力、うん、なるべく泣かないで笑顔で頑張ろうと思って一生懸命。なあやっぱりさみんなに悪いしでもできないし、もう私アイコの性格がつかめない。もうやってるなもう分かんなくなってきちゃう。もう私やかなもう目が暗いからすぐ人に迷惑かけちゃうから。あんまりもう取材の人とも変わったくない。もうなんか嫌だ聞かれること聞かれる。もう私 CM 出たくない。もうの心を映すって、矢がまっすぐに飛ぶのもひねくれたように曲がって飛ぶのも打つ人間の心をそのまま映し出してるんだってね。その頃は古臭いお説教ぐらいとしか思っていなかったけど今になるとわかるな、そういうの。まばたきの回数多かったですか、やっぱり。まばたきの回数。いや、大丈夫。大丈夫ですか。私なんか結構すごい怒られた方が燃えるんだよね。バカ野郎、下手くそ、大根とか言われるでしょ。何クソとか思ってやるじゃない。だから私も最初すごい本当落ち込んだ時とかあったけど、でも落ち込んでたらやっぱりダメなんだよね。で落ち込んでああなんて前の日泣いたりすると、で次の日また結局それが映っちゃうでしょ。で映って損するのは自分だから、だからさ別に失敗してみんなに悪いなとかね、そういうことあんまり考えなくてもいいと思うな。だってやっぱり愛子がもう大主役なんだからさ、もちろんすごいプレッシャーもかかると思うわけで、すごい孤独だしね。孤独なんですよ主役は。だって安子ちゃんは初めてじゃない今度の映画が。でなんか急にねやれって言っても絶対できないと思うわけ、絶対無理だと思うわけ、そんなお芝居とかしろって言っても。だけどね三田愛子が
富田靖子なんじゃなくて、私はその富田靖子が三田愛子だと思うわけ。もう靖子ちゃんがさ、愛子役に選ばれたっていうこと自体からね、もう靖子ちゃんはもうその時点で愛子なわけ。だから別にね、こう無理に一生懸命お芝居しようとかね、そういうことだってできっこないんだもん。私だってできないんだもの。だけどやっぱりね、すごい私が成功だと思う、安子ちゃんが成功だと思うのは、その画面の中でね、カメラの前でいかに普通みたいにね、普段のその富田靖子みたいにね振る舞えるかっていうことがね、成功の鍵だと思うわけ。絶対わかるかな。わかります。お父さんも上がってこいよ。上がってこいよ。あっ、切れた。親子揃って来いよ。バカバカしい。愛子、電話だよ、友達から。誰？平塚さんって人。あ、ごめんね、ちょっとごめん。愛子っと、わー、おー、ちょっとちょっと、ここのとこでそれを言えって言うじゃない。うん、それをやんなきゃいけないの、役者ってのは辛さだもんね。その感覚の時間的な問題をどうやって処理しようって考えなきゃだね。向こうの人たちは情けもよりパッて言うじゃない。それしなきゃだね。その計算っていうのが役者っていうのは大変だと思うんだよ。その中でリアルっていうものはさ、普通の生活慣れを求めるんだもんね。変な風に演技すると帰って聞こえてなくなる。そうだよ。この愛子16歳の中で長台詞あった？ありました。82シーンなんだけど、演説っていうか長台詞のシーンは割と大切重要なシーンだから、もう考えたんですよ。リテックスの、え、やり直すの、長台詞のとこなんです。長いっていうか、もうダラ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 言ってるから、もうムカってくるんですよ、話してたら。愛子はこうなんか言って、てんてんてんってあるんですよ、台本で。でまたなんか言って、てんてんって、このてんてんてんが嫌なんです。その間がもうイラついてんですよ。点々点が重要なんだよ。何のために点々点が。いや、それが点々点ばっかりだから、本当に。そうだよ。もうちょっと私はそこの場面だったら、もうちょっとポン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 って言って、あとでなんかで、あー違うとかこうなんだとか言いたいんだけど、点々点ってあるから、まあ置いて、まあ置いてってやってたら、その次の後のセリフがすごく言いづらかったんですよ。だから、あー、やだな、やだなと。嫌だなってことは、じゃあそこはよく説明してもらわなきゃ。その点々点は何のために点々点があるのかってことを言ってもらって、よく説明してもらって。演出の人はここはポンポンポンって言った方がいいって言ったんです、その後で。その点々点はない方がいいって言ったんですよ、あとでプロデューサーの人は。うん、だからその点々点がなくてずっと一気に言っちゃっても、うん、その気持ちが入ってればまた逆に違うのかもしれないな。今言われてることは、そのセリフのとこよくわかんないけども、私生きる
でも、おかしなもんでね、何回もね、読んでるとね、10回でも20回でも読み直すとね、後になってから、なんかわかるんだよ。そうかってのは出てくる時あるんだよね。あるんですよ。私も初め、一番初めに、第2次のオーディション受けた時に面接があって、その時に紙もらったのが、愛子役は明朗活発だけで書いたんです。で、リンリンが皮肉とか、そういう皮肉っぽい、なんとかかんとか、お経が暗いとか、そんなんしか書いてないから、あ、ただ単に明るいのかで、なんか脳がないみたいだなって愛子って思ったんですよ。どんなやつだろうと思って、 でどんどんいくと、やっぱりだんだん進んでいって、愛子役もらったら、やっぱ台本もらって読んだら、やっぱり違う面もどんどん出てきて、で今になって読んでも別の面が出てきたりして、あ、恐ろしいなって思って。自分で分かってくるんだろうね。うん、うん、そこでずーっとこっなんかこの中やるでしょ。そうするとガーッと気持ちになってくるから、まあ、例えばお母さんが昨日死んだってことを想像するわけ。死んだらどんな気持ちになるの。もうそれだけでもこう胸が詰まってくる。人も目頭熱くなってくる。そうにね、自分でイメージかかる。その時の気持ちをそこで遺族してあそこに立ってくる。リハーサルとか、カメラはそればっかりじゃいけないんだ。芝居ってものがあるからさ、ちょっと、映らなきゃいけないから、今こうやっちゃうのはいいんだけど、後ろから撮ってるからね、少し体を持ち上げといて、それでその気持ち入ってろな。はい、うん、いいんだよ、すごくいいよ、最高だよ。どうした、あいこ、母さん帰ったよ。ちょっと来てくれ、アイコ。どうした。さあ、うちに入ろう。な、うちに入ろう。さあ、立って立って。ほら、さあ、ほら。母さん。お帰りなさい。おい。アイコ、どこ行っとったの、こんなに遅うまで。I'm not afraid to die.
ったら説得できるのかな、でも。でしょ、結局は言葉で説得しないと泣いたって意味ないもんな。私前みたいにあれ以上できるかな。なんだね、一応自分からやるって言ったからな、やらなきゃいけないけど。泣けないと思うな、多分。でも感情を入れてやりたいな、泣かなくてもいいから。このシーンが終わればもう本当天国なんだけどな。こんなことをはっきり言ってこれっぽっちも勇気なんかいらん。だけど頭からそうしていったら死んだって全く疲れなくなっちゃうの。死んだら好きやしないでしょ。島崎先生が負けたなんて信じたくないけど、でも私許せない。なんでみんなそんなに同情するの。この広い宇宙の中で人間の生命なんてほんのちっぽけなものだけど、でも時間って逆なんだよ。宇宙ってとっても大きいけど、そこに生きてるものってめちゃくちゃ少ないことない。人間ってもっと大きいし、命ってもっともっと大切なんだかね。だってこの世に一人しかいないんだから、みんな知っとるくせに。それに私たち真剣に悩んできたし、真剣に生きてきたんだもん。それでいいじゃない。そりゃ島崎先生つらかったも、つらかったかもしれないけど、生きていこうとしたっていいじゃない。私島崎先生
本当に今映画やってきてすごい良かったと思ってます。いろんなわがまま言わせてもらったけど82シーンのリテイクもやっててすごい良かったと思ってます。これから一応福岡に帰って試験が待ってるんだけど、一応頑張って、今までの成績のレベルから落ちないように努力したいと思ってます。細い指の隙間に